ルートビヒザムソン・ハインリッヒアルトゥール・フライヘア・ホンウント・ツー・デアタン・ラート・ザムハウゼンは、バイエルン王国の貴族、軍人。最終階級は、不評代償。ルートビヒ・フォンデアタンは、ワーテルローの戦いと同日に、ダルムシュタットで生まれた。フォンデアタン家は、バイエルンのほか、アルザス地方やライン地方に分家がある貴族の家系であり、母もアルザス貴族。 コンラートザムハウゼン乱爵家の出であった。アルトゥールの名は、バイエルン王ルートビヒ一世から賜ったもので、ワーテルローの戦いの日に生まれたことから、ナポレオンを打ち破ったウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーにちなんで名付けられた。入念な教育を施して育てられ、1827年には、バイエルン王国の宮廷に出入りするようになるなど、将来を期待される少年であった。 1833年には、砲兵部隊に入隊し、数年後には、参謀本部付けとなった。彼は、ヨーゼフ・ラゲツキー率いるオーストリア帝国軍のイタリア戦役に帯同したほか、チュニジアと戦うフランス軍遠征部隊に参加して、アルジェに出向いた。帰国後は、バイエルン王大使マクシミリアンと親交を結び、1848年には、少佐に昇進した。 同年に開戦した第一次、シュレスビヒホルシュタイン戦争では、シュレスビヒホルシュタイン広告系不評軍団の指揮官として際立った活躍を見せた。第一次出兵から帰還すると、プロイセン王から石州勲章、バイエルン王からはマックス・ヨーゼフ軍事勲章を授与され、中佐に昇進した。百四十九年には、バイエルン王国軍の前線部隊の参謀長を務め、 デュッペル戦線で活躍したその後、ハンガリー革命を鎮圧するユリウス・ヤーコプ・ホン・ハイナウの司令部を訪ねてから、シュレース・ビヒ・ホルシュタインに戻り、イトシュテット戦役を率いるカール・ビルヘルム・フォン・ビリ戦の参謀長を務めた。その後、プロイセン・オーストリア艦に戦争の気配が漂い始めたことから、フォン・デアタンはバイエルンに呼び戻された。これは、 結局1850年11月のウルミュッツ協定でプロイセンが小ドイツ主義に基づくドイツ統一を断念させられるという屈辱的な結果に終わった。1866年までは活躍の機会もなく、1851年に大佐1855年に少々1861年に中将と官邸通りに昇進した。この間、 マクシミリアン2世の副官として禁止し続けた。1866年の広島戦争で、バイエルン王国はオーストリア帝国側につき、フォンデアタンは南ドイツ諸法軍を指揮したカール・フォン・バイエルン王子の参謀長を務めた。正教なプロイセン軍の前に、南ドイツ諸法は不利な戦いを強いられたことから、参謀長であるフォンデアタンにもマスコミから激しい。 避難が浴びせられたが、そもそも南ドイツ諸法は、戦備が整っておらず、より合い状態で、指揮系統も非効率であったこと、兵士の中に、これは、ドイツ連邦内の主導権争いに過ぎないという、意識が流れていたこともあって、最初から、南ドイツ諸法の不利は決まっていたようなものであった。フォンデアタンは、王の禁止という幸運もあって1869年に、 不評大償に昇進したが、1866年の敗北による失意がその胸の内から去ることはなく、42歳で、すでに白髪となり、健康も害していた。この間、1868年には、母方の加盟を合わせて名乗ることを許され、フォンデアタンラート・ザムハウゼンを加盟とした。1869年、バイエルン王国第一軍団の司令官に任じられ、 1870年、1871年の不仏戦争ではこの軍団を指揮して優先し、ドイツ軍随一の指揮官として称賛を浴びた。特にワェルトの海戦とセダンの戦いでの戦いぶりは目覚ましいものであった。秋にはロワール川流域の独立指揮官に転任して、フランス軍のルイ・ドーレド・パラディーヌ将軍と戦い、オルレアンを陥落させた。そのすぐ後に、 クルミへの戦いで数に勝るフランス軍に敗北したものの援軍を得てメクレンブルクシュベリーン大公の下でオルレアン周辺での戦いに勝利した終戦後改めてバイエルン王国第一軍団の最高司令官に任命され1881年にメラーノで亡くなるまでその地位にあったバイエルン王国からはバイエルン軍事勲章第十次章 プロイセン王からは一級鉄十字章とプールルメリット勲章を授与された。1878年、ドイツ帝国皇帝はフォンデアタンにプロイセン不評連大名誉大佐の称号とともに終身年金を与え、ストラスブールに新たに設けた砦の一つにその名を冠した。海軍艦艇や陸軍部隊に彼の名を冠したものがある。この記事には、 アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含むチズム、ヒュー、エド、ダンラース、サムハウゼン、ルートビヒサンソンアーサー。エンサイクロペディア・ブリタニカ26ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス。フライヘアはもともと男爵の意であるが、ドイツでは1919 19年以降加盟の一部とみなすようになっている。未婚女性の場合は、 フライフラウ、既婚女性の場合は、フライインとなる。ありがとうございます。